分子会社のコーチです。アンティークコイン投資を極めるのコーナーです。今日はご質問ですね。現物のシルバープラチナはどうですか。1つ目シルバーチャート、2つ目銀を買うか、3つ目プラチナチャート、4つ目結論ということで4つのテーマでお話をしていきます。まあ、シンプルに現物のシルバーとプラチナはどうかというのがご質問です。1つ目ですね、シルバーチャートということで21ドルから30ドルぐらいのレンジを抜けて、とレンジっていうのは横横相場と言われる価格があまり変わらないところですね。1オンス21から30ドルのところを抜けていって、丸印のところで1回下落をしていると。まあこれ陰線といって、まあ下向きの線が出ると相場下がりやすいっていうことで、まあ紫色っぽい上下に線が2本入っていて、1つ目の丸のとこで真ん中のオレンジ色みたいなものがボリンジャーバンドと呼ばれるもので、これマイナス真ん中より下にあると下落傾向にあるという感じです。で2個目の丸で上昇に入り、ボリンジャーバンドも上抜けしてですね、大陽線という緑色の長いチャート上の線が出ているという感じです。でまた横横のですね、相場が2個目のちょっと紫色っぽい上下にあるこの線を越えてですね、3つ目の丸のところで上抜けをして、今上昇気配に入っているのかなというのが今の状況です。で取引量ですね、近年のこれ銀の ETF の話ですけど、まあ、取引量が増加しており、2023年には過去最高を記録したと。これは投資家による銀への需要が高まっていることを示すと。まあ、要因としては銀の価格上昇は主に以下の要因によると。インフレ懸念の高まり、地政学的リスクの増加、投資家による安全資産への逃避、工業用需要の増加ということで、銀は主に以下の用途で使用されているということで、工業用ですね、電子機器とか自動車とか医療機器、宝飾品、ジュエリーなどですね、あと装飾品など。で投資ではインゴット、あとコイン、まあ、ETF も現物買うので、現物の銀を買えば ETF にも銀が流れていると。近年銀の工業用需要は増加しており、特に電子機器や自動車などの分野で需要が拡大していると。また投資家による銀への需要も高まっており、これも銀価格を支える要因となっているっていうことですね。まあこのリスクヘッジ的な安全資産への逃避というところと実需ですね、実際に工業用とか電子機器とかで使われているので銀の取引量が増えていっているという感じです。2つ目銀を買うか、自分は銀だけは ETF で良いというふうに思ってます。まあいつも言う理由は重くてかさばるからですね。値動きだけを追いたいならもっとスプレッドの低いものを狙った方が良さそう。まあスプレッドっていうのは買いと売りの差のことをスプレッドっていうんですけど、まあこれが大きいと売り買いが大きくあるとですね、手数料負けしてしまうみたいなルールになっていると。ただこれ銀が鉄板だと思うなら手数料高くてもまあ ETF 買っとけばいいのかなという感じです。まあ金融破綻とかして銀貨で何かの決済払う支払いなどは考慮していないです。でそもそもそれなら硬貨で良いと思って、まあ硬貨っていうのは100円玉とか500円玉っていう日本円だとそういう意味合いです。で3つ目プラチナチャートですね。プラチナチャートを見ていくとこれ2008年の1オンス2250ドルっていうのが実はあったんですけど、このチャート上では映っていないです。で2008年の2250ドル1オンスをピークに大幅下落したことがあると。でリーマンショックによる世界経済の悪化ですね、プラチナは主に自動車の排ガス浄化装置などに使用される工業用金属、いわゆる触媒っていうんですかね、マフラーのところについてるものでプラチナはよく使われていたと。工業用金属と景気悪化に伴い自動車の販売台数が減少するとしてプラチナの需要も減少したことがこの2008年の時ですね。で実際2008年には世界全体の自動車販売台数が約 10% 減少したので、不景気になって車の買い控えが起きてですね、まあ、プラチナも使わないだろうということで価格下落の一因になったという感じです。
でこちらの方は紫の丸印の1つ目、これも大陽線が出て一気に上向いたんですが、2個目のボリンジャーバンド真ん中のオレンジの線を下抜けた大陰線、赤い線が出てから下落傾向に入ったというのがプラチナです。でこの紫の線を横一線で引いているのが1150ドルぐらいにあるんですけど、ここがいわゆる上値抵抗線というものになっており、価格上昇がそこまでいくと止まってしまう流れが続いていると。で石山自身は少し実はプラチナ現物を持ってます。まあ持ってるって言っても本当ちょっとだけですけど、確か1オンス940ドルくらいで買った記憶があります。今売ればちょっと儲かるのかなと。でプラチナは工業用の金属のようで、まあ、景気に左右されそうっていうのがあるかなと、まあ、ただこれから燃料電池とかの触媒に使われる可能性があり、まあ、安値仕込みはありかなと、まあ、このチャート上でいくと安値って828ドルぐらいなので、まあ、このぐらいで買えとけばここ以下に下がることは、まあ、今インフレなのであんまないのかなという感じです。なので、まあ、プラチナは別にかさばらないんで現物もありかなというふうに思って自分自身は買ったという感じです。で結論ですね、まあ、銀の現物買いをしない理由はさっき言った重くてかさばるからと。だからこそ量が多い銀は安く、金は少量でも高かったのだろうと。これは昔の通貨のことですね。1ドル銀貨とかモルガン銀貨みたいなのがあって、金貨は1ドル、5ドル、10ドル、まあ、3ドルとかもありましたね、20ドルとかっていうふうになっていたので、この少量でも高いのが金と。で現在の金との価格差がだいたい80倍ぐらい金の方が高いという状況です。あと有事の話はもうこれは私が勝手に考えているイメージなんですけど、1オンスの金貨1枚と米10キロと思ってる、まあ今だと40万以上ですね、1オンスの金貨って、まあ、これと米10キロと一緒かよと思うんですけど、本当に食糧危機とかになったら金貨1枚で10キロも米買えんのかっていう感じです。でさっきの銀は80分の1っていう風に換算すると1枚で 125g の米に換算できると、まあ、銀貨1枚で米 125g もらえればめっちゃラッキーかなっていう風に、まあ、有事の際は思うかなと。で銀貨1枚で 125g の米になると仮定した場合ですね、10オンスぐらい10枚とかは持っとくのはありかなと。選ぶならメイプルリーフ銀貨になると、まあ、一択かなという感じです。でさっきまた価格調べてみたんですけど、現在ですね1枚1オンス 35.48 ドルでした。で消費税まで入れて税込みで6127円でした。で安い米なら20キロ買えそうと思った時に、まあ、ちょっと悲しくなってですね、有事では125グラムの米にしか変わらないと思ったんですけど、何かしらのリスクヘッジしたいんだったら10枚だと6万円ぐらいかかりますけど、300グラムぐらいだったらまあかさばらないかなと思うので持っとくのはありかなっていうふうに思いました。本日の動画ためになって面白かったという人はぜひいいね、高評価をしていただければと思います。あとコメント欄、ご質問とかご感想いただけるとありがたいです。動画の最後に QR コードつくんですが、私の LINE に登録することができます。まあ、どんなコイン買って値上がりするかとかですね、どうすれば売りやすいかとか、個別相談っていうのは水曜と日曜日30分 Zoom でやってますので、コイン投資でお金増やしたい、守りたい人はぜひ申し込んでいただければと思います。本日の動画のご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。